皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。先日から豪雨被害によって不通となっている肥薩線の復旧についての検討会議が始まりましたが、今後の話し合いの焦点の一つとして沿線住民の日常的な利用促進が考えられます。ではその日常的な利用について、各駅の沿線住民の人口というのは一体どれぐらいいるのでしょうか。今回も政府統計サイトを使って各駅の半径 1km 圏内の人口を見ていきたいと思います。また近年 JR 九州は乗車人員の上位300位までしか発表していないため、ほとんどの駅の乗車人員が不明ではありますが、分かるものについてはその数値もご紹介していきます。では起点となる八代駅は鹿児島本線や肥薩オレンジ鉄道線の駅でもありますので、こちらは割愛させていただき、肥薩線内の一つ目の駅である段駅から現在不通区間の終点となっている吉松駅までの駅の周辺人口を見ていきたいと思います。それではまず段駅です。この駅の周辺人口ですが、15歳未満が29人、15歳から64歳が192人、65歳以上177人、総数が406人で、1日の平均乗車人員は2015年の数値となりますが7人となっています。続いて坂本駅です。こちらは特急川蝉山蝉、伊三郎新平、そして SL 人吉の停車駅としても知られています。この駅の周辺人口ですが、15歳未満が18人、15歳から64歳が198人、65歳以上が179人、総数393人、1日の平均乗車人員は2015年の数値ですが23人となっています。特急列車や SL 人吉の停車駅ではありますが、やはり1日の乗車人員というのは大変少なくなっています。続きまして八木駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が4人、15歳から64歳が51人、65歳以上が81人、総数131人で、2015年の1日平均乗車人員は21人となっています。65歳以上の年齢が64歳以下の年齢を大きく上回り、高齢化が進んでいる様子が見て取れます。続いて蒲瀬駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が11人、15歳から64歳が88人、65歳以上が95人、総数194人、2015年1日平均乗車人員が6人となっています。周辺人口も少なくなってまいりましたし、1日平均乗車人員も1桁となってしまいました。続きまして瀬戸石駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が2人、15歳から64歳が14人、65歳以上が27人、総数50人で、1日の平均乗車人員は2015年の数値ですが 0.2 人という非常に少ない数値となっています。この人口の数値はほとんどが対岸の民家ですが、橋もないため駅の周囲の人口はほぼゼロに近いものとなっています。1日平均乗車人員が 0.2 人という数値もこれが理由となっています。続いて海地駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が0、15歳から64歳が3人、65歳以上が4人、総数13人、1日の平均乗車人員は不明です。総数と年齢別の人口で数が合いませんけれども、このあたりは年齢不詳というものも含んでおりますので、数値にこのように違いが出てまいります。この駅も瀬戸石駅と同様、駅の周囲に民家はほとんどありません。対岸への橋も駅近くにないため、利用者はほぼゼロと考えてよいと思います。続きまして吉尾駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が4人、15歳から64歳が51人、65歳以上が61人、総数102人、1日の平均乗車人員は不明です。この駅の南側、吉尾川沿いに入ったところに集落があるため、瀬戸石駅や海地駅周辺よりも人口は多くなっています。とはいえ人口は100人を少し超えた程度ですので、駅の乗車人員も大変少ないと考えられます。
次は白石駅です。こちらは SL 人吉が停車する駅としても知られています。この駅の周辺人口は15歳未満が21人、15歳から64歳が79人、65歳以上が70人、総数166人、乗車人員は不明です。駅の南側や熊川の対岸に集落がありますが、いずれもやや距離が離れており、なかなか駅を利用するには至っていないと思われます。続きまして旧仙道駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が0、15歳から64歳が38人、65歳以上が34人、総数は64人、乗車人員は不明です。駅の南側に小さな集落がある程度で、周辺には民家はほとんど見当たりません。続きまして一勝地駅です。こちらは特急川蝉山蝉、伊三郎新平、 SL 人吉の停車駅です。この駅の周辺人口は15歳未満51人、15歳から64歳が163人、65歳以上が159人、総数390人、乗車人員は不明となっています。特急停車駅であり、多くの民家が見えます。この辺りとしては比較的人口が多い方ではありますが、それでも400人足らずということになっています。続いて奈良口駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が6人、15歳から64歳が49人、65歳以上が48人、総数102人、乗車人員は不明です。駅の西側、奈良川沿いに集落がありますが、ここも非常に小さな集落です。続いて渡利駅です。こちらは特急川蝉山蝉、伊三郎新平、 SL 人吉の停車駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が129人、15歳から64歳が395人、65歳以上が303人、総数820人、平均乗車人員は不明です。人吉市内に近い場所となってまいりまして、人口規模もそれなりに大きくなってまいりました。続いて西人吉駅です。この駅の周辺人口は15歳未満466人、15歳から64歳1883人、65歳以上が1316人、総数3656人、1日平均乗車人員は不明です。こちらの駅から人吉市内となります。人口規模は3000人を超えますが、利用者数は不明です。 JR 九州は駅の乗車人員上位300位、そしてランキング圏外であっても乗車人員100人を超える駅名は公表していますが、西人吉駅はその中に入っていないため、乗車人員は2桁ということになり、それほど大きな数値でないことが予想されます。そして人吉駅です。この駅の周辺人口ですが、15歳未満が676人、15歳から64歳が2890人、65歳以上が2401人、総数5993人、2017年の1日平均乗車人員が347人となっています。2017年当時は JR 九州の駅別乗車人員で第289位でしたが、2018年には300位内に入っておらず、300位の乗車人員が308人だったことを考えると、200人台に落ち込んでいることが考えられます。ちなみに熊川鉄道の乗車人員は2019年度で1日平均496人でしたので、肥薩線の利用者の少なさが目立ちます。続いてループ線にスイッチバックがある駅として有名な岡場駅となります。この駅の周辺人口は15歳未満14人、15歳から64歳が47人、65歳以上が33人、総数101人、乗車人員は不明です。こちら空から見る限り、どう見ても101人住んでいるようには見えないのですが、いずれにしましてもほとんどの人は駅から離れた場所に住んでおり、駅周辺の民家はごくわずかです。続いて八竹駅です。この駅の周辺人口は15歳未満が0、15歳から64歳が7人、65歳以上が19人、総数25人となっています。こちらも総数の25人と年齢別人口の合計26人と数値が合いませんが、政府統計のサイトから抽出したものでございますのでご了承ください。さて、先ほどの岡場駅よりも駅周辺に民家が見られ、もっと住んでいるようにも見えますが、データでは総数25人と出てまいりました。続いてはスイッチバックと幸せの鐘で知られる正木駅です。
この駅の周辺人口は15歳未満が6人、15歳から64歳が16人、65歳以上が27人、総数は39人。1日平均乗車人員は2015年の数値ですが2人となっております。こちらも大変人口希薄な過疎地となっています。そして、吉都線との分岐点でもある吉松駅です。この駅の周辺人口は15歳未満177人、15歳から64歳679人、65歳以上511人、総数1359人、1日平均乗車人員は2013年の数値ですが116人となっています。2013年度には116人を数えた乗車人員ですが、現在相当落ち込んでいることが予想され、この3月には駅が無人駅となり、特急はやとの風も正式に廃止されました。肥薩線の山線区間で人吉方面とつながらないと厳しい状態から脱却するのは相当難しいと思われます。ということで、肥薩線の普通区間となっております各駅の周囲半径 1km の人口を見てまいりました。それではこちら一覧をご覧ください。このように坂本駅から渡利駅の区間、人吉駅から吉松駅の区間では住んでいる人の数が非常に少なく、利用促進をしようにも分母が小さいためなかなか難しいことが予想されます。参考までに人吉を起点とする球磨川鉄道の各駅周囲 1km の人口も見てみましょう。人口の総数が1000人を超える駅がいくつもあり、肥薩線とは全く様相が異なることをお分かりいただけるかと思います。このように球磨川鉄道沿線には一定の人口規模があり、人吉駅を中心とした通勤通学需要があるのですが、肥薩線にはそれがないことが明らかです。これだけ沿線人口が少ないとなると、仮に第三セクターや上下分離で継承しても、普段使いの鉄道利用促進では非常に苦戦することが予想されるのではないでしょうか。それでは今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。